中で香川が出してこいとジェスチャーしてます。パスが流れましたが奥野拾う、中を使いながら外へ展開、松田シンプルにクロスが入ってレオセアラ先制セレッソ。サイドを変えてフリーの松田からレオセアラ、ここですよね、ここでさらに奥野選手がターンをして逆サイドに持っていく、相手の目線を振られますよね、まあ、そういった中で早めのアーリークロスの中でうまくディフェンスとディフェンスの入り込んだ間に入り込んだレオセラ選手の素晴らしいヘディングシュートでしたね。丁寧な折り返し、やはりセレッソは攻撃的なサイドバック、ここが起点になりました。いやー、いいボールですね、松田選手のピンポイントでしたね、このクロスも。